ビクターマニュエル・カラティーニは、プエルトリコ・コアモ出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ、MLB のサンディエゴ・パドレス所属。メディアによっては、カラティーニと表記されることもある。2013年の MLB ドラフト2巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級ダンビル・ブレーブスで、プロデビュー。58試合に出場して打率。 290.1本類が25打点の成績を残した。主に三類手として起用され、遊撃手としても1試合出場した。2014年は A 級ロームブレーブスでプレイし、84試合に出場して打率。279.5本類が42打点の成績を残した。2014年7月31日にジェームズ・ラッセル、 エミリオ・ボニファシオとのトレードでシカゴ・カブスへ移籍した。移籍後は、参加の A 級、ケーン・カウンティ・クーガーズでプレーし、14試合に出場して打率、264.13打点の成績を残した。また、移籍前を含めた2球団合計で101試合に出場して打率、277.5本類が55打点の成績を残した。2015年は、 AQ マートルビーチペリカンズでプレーし、112試合に出場して打率、257.4本塁が53打点の成績を残した。2016年は AQ テネシースモーキーズでプレーし、115試合に出場して打率、291.6本塁が47打点の成績を残した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、 メサソーラーソックスに所属した。11月18日にはルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年は開幕からトリプル A 級アイオワカブスでプレーし、6月28日にメジャー初昇格を果たした。同日のワシントンナショナルズ戦で代打で登場してメジャーデビュー。七月三十日のミルフォーキーブルワーズ戦では七回表に、 ザック、デイビーズからこの試合の決勝点となる MLB 初本塁打を放った。2018年は MLB で76試合に出場し、打率232で2本塁打21打点を記録した。7月下旬には2試合に登板し、2回を投げてに失点で防御率9.00を記録した。また、ナショナルリーグワイルドカードゲームのコロラドロッキーズ戦にも、 代打として出場したが、内野ゴロに終わり、試合にも13回で勝ち越され敗退となった。2019年は、ウィルソン・コントレラスと併用された。6月22日のニューヨーク・メッツ戦で9回に、敗戦処理として登板し、無失点で切り抜けた。この年は95試合に出場し、打率、266.11本塁が、34打点。 オプス794などを記録した。1試合に本塁打を2回記録した。2020年は全試合で指名打者制が採用されたこともあり、開幕戦から自身初の指名打者で出場した。2020年12月29日にザック、デイビーズ、レジナルド・プレシアード、イエーソン・サンタナ、オーエン・ケイシー、イスマイル・メナトのトレードで、 ダルビッシュ有と共にサンディエゴパドレスへ移籍した。2021年4月1日のダイヤモンドバックスとの開幕戦に先発出場し、パドレス移籍後初出場を果たした。カブス時代の2020年9月14日、ブルワーズ戦でアレク・ミルズとのバッテリーでノーヒットノーランを達成した。パドレスに移籍した翌2021年4月9日、レンジャーズ戦で、 ジョーマスグローブとのバッテリーでノーヒットノーランを達成した。保守として異なるチームでの2年連続ノーヒットノーラン達成は MLB 史上初であり、プエルトリコ出身の保守による複数回のノーヒットノーラン達成はイバンロドリゲス以来史上2人目の快挙であった。ありがとうございます。